ここなら安全だ。誰かやってきたら洞窟に隠れりゃいいから。怖がってなんかねえよ。口を聞く車か、頭がおかしくなりそう。いつも人の後をつけてんのか、それとも誰か乗せることがあんの？けダッシュボード、テレビまでついてら。それにすげえボタン。一体なんだよこのボタン。追跡、スキャナー、X 線、赤外線、ターボブースト、イジェクト、右、左ってなんだ？花嫁に。それめちゃめちゃへこむわ。そのうちサスペンダー状態になり、靴下の中に入るかもしれん。なあ、だけどさ、結婚ってマジで一大事だぞ。人生が激変するんだ。夕べ戻ってきたんだよ。片眉毛なしで尻にメス犬って入れ墨付きです。あの晩、クラブでいい雰囲気だった例の可愛い子ちゃんとはどうなった？まくれてんなよ。目が好きだと言ってたぜ。新種のな。実は我々は画期的な方法を発見し、細胞組織を変えることに成功した。ペルフルオロアルキルの作用を促進する特性を与え、新種のジャーゾメタンを開発したんだ。ややこしい話はこれくらいにしておこう。イエイヌ族ジャーマンシェパード、鼻には匂いに反応するレセプターが2億2000以上あり、最新技術も及ばないほどの嗅覚を持つ。最初は別れるって言っても一時的なもんだと、いつもの喧嘩だと思ってた。いずれまた仲直りするんだろうと。でも今日の二人を見てはっきり分かったよ。お互い本気で別れたいと思ってるわけだ。この物件を仲介した不動産屋として、この家をどうするかこの場で決めたいと思う。だって今のこの状況じゃとてもとても何も出口が見えてこないからね。君らジャックから聞いたが、元警官だって？習わなかったのか？やわな私とは違うブラザー着て私立校なんか行った変なチョコだから。問題は議論で解決、手を出すやつなんかいない。未だに人を殴ったこともない。そう、私は腰抜けさ。まあ別に哀れぶってるわけじゃないが、私はダメ男だ。君らみたいにバーで喧嘩するような強い男になりたい。だが悲しいかな、これが私だ。犬っこら辞書にないよ。辞書になきゃダメだよ。退屈するようにやると叩くがしばくで怖がるわ。ビビる。まあそういうのも面白いな。ところで、4人で5日ぽっきりで何ができるっていうんですか？個人じゃなくて FBI がってことだよ。これ分かった。あれだ。あ、やっぱダメだ。あ、現場の地面はどんなだったって？火星ね。しまった、軽装すぎたな。ねえ、棒付きキャンディーってまだある？血糖値が下がっちゃった。どうも、マークローリングです、夫の。じゃあどう養子縁組するか話し合いましょうか。出産とそれまでにかかる医療費は全額負担する。バネッサは結婚以来子供を欲しがなりたいね。ぜひ。男なら誰でも父親になってサッカーチームのコーチをしたり、科学研究を手伝ったりしてみたいものだよ。火山の噴火についてとか。ああそうだ、バネッサが僕の趣味の部屋をくれてね。そのようですね。全部領収書ですか？じゃあ今まで帳簿をつけたことは一度もないんですね。税の申告も営業許可証の更新も。お分かりでしょうが、お店の価値を算定するにはこのゴミ、紙の山を全部調べなくてはいけません。これまで一度も倒産や立ち退きの危機に見舞われることもなく、脱税の罪で牢屋に入れられることもなく営業してきたのに、なぜ？奥さんに敵はいなかった。君の知る限り。そうか、テレパシーで動物と話せる。海外行くとこもまさにハードそのものだ。おはようございます。これからチャリティーキャンペーンについて話します。これまでのチャリティーは、そう、所持金の 1-2% を募金してもらい、リストバンドやリボンなどを配るものですが、大した金額は集まりません。そこで私どもエンブリーパブリシティが提案するのがこのオールハートシンボルです。あなた方はこのロゴマークをつけた製品を売ることのできる選ばれた優良企業の一つとなれるのです。なんだ、あんた記者なのか？こんなやり方卑怯だぞ。あまりにも汚すぎる。それでもプロか？俺は何も知っちゃいない。俺はただの PR 業者だ。以上、協力した挙句仕事を失うんだ。こんな割に合わないことはね、当然埋め合わせてもらう。待て、物は言いようだってのは職業柄分かってる。いいか、そうじゃない、俺への謝礼だ。本の執筆に協力する。売れりゃ儲かるだろう。分け前はいただく。それがフェアってやつだ。どうも、様子を見に来ました。マーサの息子さんですか？具合が良くないんです。心臓発作を起こしたので。心臓はボロボロだし、肺の力もかなり弱ってる。それに血圧が急速に下がりだした。この分だと近々致命的な心臓発作を起こすでしょう。おそらく今夜中に。ゆえに今晩亡くなるかと。下のカフェテリア、今夜はタコスフェアやってるんだって。メキシコ料理好きならお母さん死んだと言ってみるといい。美味しいよ。小売業は売り上げ 20% ダウン。自動車産業も落ち込んで、住宅市場は瀕死の状態。今はアメリカ市場最悪の時と言える。つまり我々のチャンスだ。去年の夏、我が社にはコーネル大卒の才女が入ってきた。彼女は私に今までにない斬新なビジネス案を持ちかけてきた。最初は生意気な新人だと思ったが、よく聞いてみるとこれが最強の案だった。未来を担う新人、ナタリー・キーナーだ。
本当に最悪なんだ。シンシアと僕の関係は冷え切ってる。喧嘩ばかりで、それもなんていうか儀式的で感情がないんだ。前はワイルドに行ってたのに、今じゃ多くて週2回なんだ。違うよ、子供が寝たら部屋へ運んで。怖いんだ、すごく怖い。人生の全てとも言える8年間の結婚生活が終わるかもしれない。でも覚悟はできてる。2人の間にもう愛がない。僕ら人間と来たらこの通り、いつもせかせか追い立てられて、まるでレースみたいに先を急いでばかりだ。だから人類をヒューマンレースなんて呼ぶのかも。人は誰かとつながりたいと願ってる。初めて会った瞬間に絆ができることもある。そう、ビビッとくるってやつだ。運命という名の魔法。そうなれば幸せだよな。もう一人は、ここを通過した車はシャドーチャイルド。誰だ。君はもう大人だろ。ヒゲを剃り、税金を払い、毛も生えてる。中は調べたか。不審なものは。3つとはすごいな。その小便臭いオタク2人について覚えてることを全部話せ。引き上げよう。何があったのか教えてくれ。何か不審なものを見ませんでしたか。本当に何も。日の出前に出社、日が沈んでもずっと残業。この半年ほどセックスの相手は自分の右手オンリー。冷蔵庫の中にあるのは古いライムだけ。キウイかもしれないけど判別不能。だが大丈夫、そんな生活はもうすぐ終わる。俺のおばあちゃんは20ドルを握りしめてアメリカへ上陸。死ぬまでよく働き、誇り高く生きた。死んだ時、最初の20ドルは2000ドルに増えていた。なぜ成功できなかったか。おばあちゃんは誇りを捨てなかったからだ。私が、ああ、まだ駆け出しです。はい、頑張ります。直します。ご忠告を感謝します。おはよう、サブリナ。先週はイタリアの靴履くなって言われたアマルガメイテッド社のファイル。お風呂の中から赤ちゃんを食べるモンスターが現れたぞ。パパはセセリ長の方が魅力的だと思う。だってモナーク長はガみたいであんまり可愛くないよ。サンディ・パターソンですが。本当ですか。ああ、無料なんだったらぜひお願いします。家賃に光熱費、電話代を引いても今月はお金が残った。14ドル3セントさ。金融業界の景気は不透明だからな。407ってジラーデンバーだ。この番号は誰に聞いた。そうか、とにかく違う。全てフロリダにいる同姓同名の男がやったことなんですよ。そいつはサロンを予約し、サーフショップで買い物し、カードで限度額以上を使って。マジか。大したことない。北米最大の通販会社の一つだ。だな。でもいくら自由に食べていいからってチョコがついてちゃまるで。おありがとうございます。我々はパートナーとしてふさわしい会社です。健康保険もしっかり完備するよ。つまりうちの製品を販売して発明の特許ですが、我々は手放すつもりはない。想像してたのと違うけど、こういうのもいいね。どう、眺めがいい。品質も見る。妻がもう一つ持ってくるんだけど。遅いな。ああ頼むよ。教授ってのは無理だよね、もうさすがに。それでいいよ。おい、全然気づかなかったよ。ロードとは同じ学校に通ってたんだよ、80年ぐらい。いや本当に業してからずっと誰にも会ってないんだ。パスタいるか。三角コーンでも盗まれたのか。俺じゃないよ。おい、人参、赤ん坊が起きる。俺は仕事だ。俺の稼ぎは1日200ドルさ。1年365日、12の時からやってる。急いでんだ、どいてくれ。もちろん知ってる。あとおもちゃ屋さんからぬいぐるみが一つ消えたのも知ってるぞ。君じゃないのか。俺のベビーカーに何すんだ。ウサギを怒らせた罪で。それよりなんだ、俺に黙って暗証番号変えるなんて。覗き見たって俺は上司だぞ。最高技術責任者とシステムエンジニア長。お見それした。今やってるのは二重圧縮用のサブルーチン。まさか俺が思ってるやつじゃないだろうな。まだ理論の段階だ。君は理論に社運をかけるというのか。そうか、それじゃ売り込み用の仕様書が欲しい。おお、早いな、ご苦労。今日の営業終了までに800万ドル近い金が4つの口座に振り込まれる。資金不足で払い戻しができないとなると、連邦預金保険公社の約定に反することになるですよね。だからアメリカの銀行に例外なく適用される流動比率法が、あなたの金融機関だけ免除されている場合は別として、現金を山ほど準備してほしい。